いいちいちがあまりにも善にかなったことを話されるので東洋将が八日禅寺に尋ねたお前さんは一体誰の法を継いだのか誰に指示して修行をされたのですかすると八日禅寺が いやいやわしは師匠についたことがないのですお経を読んだり一人座禅をしておりましたらとうとう目が開いてしまいましたほうそういうことだったのかしかし天然の下道はよくない。 だるま大師の法を継いだ六代目の大和尚がおられるので一度訪ねてみなさい天然の下道はよくないだるま大師の法を継いだ江ノ湯大師がおられるので一度会ってみろってことだがそういうものなのか気になって 総計山まで本当に来てしまった8日前時突然ぐるぐるっと大師の周りを3回回って正面に来た時礼拝するのかと思いきやぎょろりと大師を睨みつけてしまった大師がこう叱責した。 修行そうたる者八万の意に三千の不業を備えておるはずだがどこから来たからそのように傲慢なのだ八日禅寺が答えたそんな悠長な挨拶などしておれません生じ自在無常迅速というではありませんか 大師が言いさとした。生まれることもなければ死ぬることもない。なぜ、そこを早いこと体得しないのだ。八華禅師が返した。体得すれば、生も死もありません。徹底すれば、早いも遅いもありません。その通り。 その通りじゃ。大師が許した。取り巻いていた修行僧たちが驚いていたその時。八日前時。改めてザグを敷いて六祖大師に参拝なされた。これにてお糸がいたします。大師が言われた。 今来て、もう帰るというのか、早いなあ。八日禅師が応じた。もともと動いておりませんので、早いとか遅いとかありません。大師が問うた。動いてないというが、誰がそれを知っているのだ。 禅師が答えた。大師が分別したのです。大師が言われた。何時無性の意。生ずることがないということをよく分かっておるな。八日禅師が答えた。無性には意などありません。 大師が問うた「意がなくてどうやって分かったのかな8日禅師が答えた「分別もまた意ではありません大使が簡単して言われた「よいぞよいぞ」どうだ一晩くらい止まっていかんか こういう調子で天然の下道八日禅師が六祖大師から一晩でインを授かってしまったというエピソードです道化八日幻覚大師 皆さんわかるだろうかもはや学ぶものがなくなせどもなしたとは思わず何かをしなければならないということがないいわば人生における本当の暇人です 覗かねばならない妄想がなく、求めなければならない真実もありません。喉が渇けば水を飲み、腹が減れば飯を食らうだけであります。このままで、このままが仏の本性ではありませんか。日に日に衰えていく好みでさえ、このままで、 このままが仏の体ではありませんか気づけば俺というものがいなかった私というものがいなかった俺のものが何一つなかった私のものが何一つなかった 何も持たずに生まれてきました。「俺」という自我がないのですから、「私」という自我がないのですから、あれをしなければいけない、これをしてはいけないといった具合に、何かに縛られるということがありません。 四季、樹、宋、行、四季。皆、魚雷する浮雲のようであります。ん、人、地の煩悩でさえ、水に浮かぶ泡のように、現れては消えていくではありませんか。 真実に定まった層がないということが本当にわかるなら我もなければまた彼もありません阿弥教官の悪号でさえあっという間に消えていくではありませんかもしうまいことを言った で大衆をたぶらかすことがあれば縁魔様に舌を抜かれ永遠に地獄に落ちるでありましょう如来の前には伏せや自戒の処腹蜜が体中に満ちている立ちどころにわかるのです夢の中では天上界もあれば地獄界もあるが 悟ってみれば修羅界もなければガキ会もない在合もなければ功徳もない得ることもなければ失うということもありませんすべてのものがこのように弱滅しているのですから今更あれこれ問いただすこともありますまい 尻を払わずとも心の鏡はいつでも輝いていますもしこのことがわからないのであれば深く救命なされよ。